だ人類すら生存しなかった恐竜時代に恐るべき侵略者ゴドメス星人が地球を攻撃した。恐竜たちが殺されていく。人間の住んでいなかった地球はゴドメスの絶好の餌食となったのだ。タイムマシーンコセイドン号に乗ったタイム G メンは7000万年の過去を目指して出撃した。飛び出せ人間大砲、ゴドメス戦艦をやっつけろ。これは命を懸けて地球を守るタイム G メンたちの戦いの物語である。向こうに何があるのか、誰も知らない過去の世界か。光のレール輝くマシン、笑顔を乗せて倒す国。コスモ市長は大地の梅雨と消えた。そして今ゴドメス総監ダジは新たな命令を下したのであった。この豊かなる星、地球の養分を我らの星に持ち帰るのだ。お茶なんか飲まんぞ。隊長、それ俺。いいか、これから直ちに時間移住者たちを集結させ21世紀に送り返す作業に入る。隊長、なんだ今のままじゃ、どうせ時間移住者を送り返すって言ったって一度に二人ずつしかできないんですよ。だったらどうだって言うんだ。だけどコスモ市長の名前解ければ全員が助かるんです。コスモ市長を探し出すのが先じゃありませんか。バカモン、これは長官命令だ。絶対服従。はい、こちらコセイドン、どうぞ。どうした森。緊急事態発生、トンガリ山キャンプがゴドメス軍に襲われています。何、トンガリ山キャンプといや恐竜医療班がいるとこじゃない。タジン出動。了解。了解。コセイダー、怒りを熱い胸に。どうした恐竜を知らさせよう。ゴー、お、森たちが奴らの気を引いてる間に医療班を助けるんだ。はいよ。よし。一気に行きゃ面倒だ。おい、行くぜ。了解。
やったぞベイビー。モリー、行きがってないで着陸すんのよ。うるせえな、人使いの荒い女だぜ。マリー、そっちはどうだい？そうか。くそ、なんてこったい。ひでえもんだ。両班は全滅じゃねえか。お前の面倒を見ててくれた人はもういないんだよ。よし、決めた。じゃあ隊長、やっぱり。そうよ、こうなら何が何でもコスモス賞を手に入れてゴドメスをやっつけるまでだ。おう、ビクラジー。は、はいはい。直ちにコスモス賞に向け出発だ。みんなの案内を頼むぞ。はいはい、おやすみご用で。おいおい、そんなスピード出しなって。そんなこと言ったってね、白亜紀には草原速度なんてないんだよ。お願い、止めてください。どうしたんだ？あの恐竜、怪我をしてるんです。あれね、さっきのゴドメスの攻撃で傷ついたんだよ。それならなおさらです。このまま放っておくわけにはいきませんわ。お願いします。かわいそうに足をやられてるよ。大丈夫、怖くないよ。今楽にしてあげるからね。おいで。おい、何やってるんだよ。こんなとこで道草食ってる場合じゃないだろう。まあまあ落ち着きなさいな。見りゃ分かんだろう、坊やたち。けどな、俺たちは一刻も早く。分からないやつだな。お前には哀れみの心っていうのがないのか。何がキザなの。何がキザだ。落ち着きなさいって言ってんでしょ。ねえビックラジ、主張のありかまではまだだいぶあるのか。あと2キロと153メートル。なんだ、すぐそこじゃないのさ。じゃああんたたち先行っててよ。傷の手当てが済んだらすぐ行くからさね。いや、しかし女だけ残しとくわけにはいかんな。大丈夫よ。じゃあまあ俺が残ってやるわ。はい、お前たちは先に博士行ってくれ。だがお前一人じゃ心配だな。いや大丈夫、ビッグおばさんもいることだし、あとは俺に任せておけって。さあ行った行った。おい、じゃあ頼んだぞ。はい、行くぞ。なに、奴らが秘境発掘に向かっておった。オッケー。
わよ。よし、ほら行くぞ。あ、横になんだぞ。怪我が治るんだ、怪我が。あ、もうお前何やってんだよ。おい、よく見てろ。そう、よいしょ。さっぱりなようだね。頭あるんじゃねえか。頼むよな、ねんね、おねんね。奴らがコスモ市長を手にしたら、直ちに攻撃だ。確かに市長じゃ。あったぞ。間違いない。ロボディ、こっちだ。なんだかとっても喜んでるみたい。いいえ、どういたしまして。じゃあな。日光おばさんもなかなかやるもんだな。なんのなんの、こう見えたってね、私は昔は看護婦になろうなんて思ったことだったんだからね。よく言うよ。さて、コスモ市長の塩梅はどうなったかな。もしもし、こちらうらら、森ちゃん応答願います。何をのんきなこと言ってんの。ただいまこちとらはね、ゴドメスと交戦中なの。おい、鉄、大丈夫か。おい、鉄、失敗すんな。これぐらいのことはどうってことない。それよりな、お前の方こそちゃんと二人をよろしく頼むぞ。やりやがったな。よし、見てろよ。モリ、マリ、エゴ頼むぞ。オッケー。ブラッ。おばさん、早く早く。何をそんなに急ぐのよ。何をしようってのさ。見りゃ分かんだろう。人間逮捕で片付けんだよ。え、なんだって。さあ、早く俺を打ち出してくれよ。そんなこと言ったってさ、私はこんなものを一度だって打ったことがないんだからさ。やればできるんだよ。コスモ市長に一大事の時なんだぜ。さあ、行くぞ。採達ボンバー。ご苦労様。はい、
間に合ってよかったぜ。何言ってんのよ、私たちだけだって十分勝てたのにねえ。さあ、あ、それより占おばさんたちは大丈夫なの？いや、心配ないって。おじいさん、起きろ。おう、アルタシア、どうした？いや、ビッコおばさんがついてるよ。バカ野郎、急いで迎えに行くんだ。大丈夫だよ、あのおばさんなら。早く行けったら。いけんだろ。地球のけだものたち、よく聞け。あそこじゃ。アルタシアとメスのけだものを預かった。二人の命が惜しくば、一時間後、森の広場でコスモ市長と交換しようではないか。よいな。いや、俺はなに。黙れ。アルタシアはウララおばさんはどうなるんだ。ああ、なんてことだ、アルタシア様。ああ、いいか、ゴー。いつものお前の鋭角小 C がこういう結果を生んだ。やめろ、鉄。しかし、隊長、今、ゴーを攻めてみても始まらんじゃないか。隊長、じゃあコスモ市長は、アルタシアはどうなるんですか？渡さざるを得まい。二人の命がかかってるんだ。そんな、奴らに市長を渡したら、この地球は一体どうなるんですか？ビケレ左星はどうなってしまうのだ。それは、それは、俺にもわからん。コスモ市長は持ってきたか。ここにある。人質を返してもらおうか。我々と違い、お前たちの命は一つ。命を大切にすると聞いたが、まさしくその通りであった。満足じゃ。どうれ、交換を始めようではないか。古い。コスモ市長をそこに置き、人質を返してもらおう。ダメだ、市長が先だ。人質が先だ。ならん。Yeah!
スモ市長、わしは諦めん。くるわ、待てくそ。ありがとう。鉄、直ちに21世紀に戻り、コスモ市長の謎を解くんだ。いいな。はい。はい。メビウスレール。噴射。メビウスレール。噴射。ポセイドンは一路21世紀に向け出発した。恐竜ニッポノサウルスの死はゴーに悪への憎しみを燃え上がらせた。燃えろゴー、戦え鉄、急げポセイドン。